こんにちは、パーソナルフェイストレーナーの木村祐介です。今日はですね、僕と一緒に小顔になるための小顔ワークアウトにチャレンジしてみましょう。で、皆さん、小顔についていろんなチャレンジしてきたと思います。いろんな美顔ローラーしたり、パックしたり、エステ行ったり、針行ったりしたと思うんですが、もっとシンプルに、もっと本質をついた、小顔の作り方を、やることが、皆さんにとって今必要なことだと思います。その根幹となる体幹は実はこの唇にあって、この唇を締めるだけで小顔になると思ったらみんな良くないですか。それを提唱しているのが、僕の資格であるパーソナルフェイストレーナーです。で、なぜ唇を締めると小顔になるかという理論を話します。唇っていうのはこの表情筋っていう顔を動かす筋肉の一番中心で、顔が動かなくなるように止めておくための筋肉、つまりは顔が動きたがっているものを止めておくことっていうのは、肘を曲げたがっているものを重りで曲げないようにするトレーニングと全く同じ理論です。なので顔をたくさん動かすっていうトレーニングよりは、唇を閉じて人にバレない程度の負荷でおっていう唇をするだけで顔は自然と引き締まってきます。でもっと言うと、実はこの顔の表情筋っていうのはおでこにこうやってぶら下がるように存在していて、下は胸の筋肉と下唇、おでこと上唇で縦の関係性ができています。わかりやすく言うと提灯は上と下に伸びると横が細くなりますよね。逆に上と下がこうやって落ちてくると横に大きくなる。これが皆さんが悩んでいる顔の大顔なので、姿勢を正しながら真ん中の顔の体幹、唇を大きくするっていうことが今必要な、顔にとって小顔になるエクササイズだと言えます。なのでその唇を鍛える方法を皆さんにいくつかご紹介します。はい、それではですね、小顔ワークアウトの中心、唇をどういうフォームですると小顔になるかについてお話ししたいなと思います。で、日本語はどちらかというとあとかいとかえとか横に喋ることが多いので、顔が縦の方向につながりにくくて小顔になりづらいです。そこで僕が提案したいのは、唇をこの状態、横をすぼめておっていう状態を日常生活のスタンダードにしてあげると、それをしているだけで日常生活で小顔になるっていう仕組みを作っていきたいなと思います。じゃあ早速やり方についてお話ししたいなと思います。まずは体が沈んでいるとダメなので、鎖骨を上に上げて胸を張ってもらいます。そうすると顔の上側、顔の僕は上半身って見ますけど、耳より上側に酸素を吸おうという意識が向くので目が開きます。一回吸います。はい、こういう状態、これだけでもう顔は上に上がろうという意識が向いてるんで、顔は引き上がる準備ができてます。この上に伸ばした状態で唇をお前にこうトランペットのように出してる動き、前にトランペットに出してる動きで、横も細くして小鼻のラインぐらいのところでおっていう状態をまずやってみましょう。じゃあそれではやってみましょうか。唇を前に出しておそう、一回緩めてもう一回唇をおこの小鼻のライン上にちょうど横が来ているのが理想です。この時に間違い方としてはおをしているのに、ここのほうれい線を作りながらおってやってしまう状態、こういう方とても多いです。なのでここにほうれい線ができてしまう人は唇が締まっているとは言えないので、唇が締めた時にほうれい線が消える位置を探してみます。僕がやると今こうなってるとしたら、鼻の下をもうちょっと伸ばしたらこういう感じですね。おこうするとほうれい線が消えて、日常生活でほうれい線が消えるための顔になります。もう一度やってみます。唇をお唇を前に出して横を狭くする。で、もしできる人は少し唇を前にこう出していくと、よりこの頭蓋骨と引っ張り合うように効いてくるので、これを基本にしながら他のエクササイズもやってみたいなと思います。